公民制度改革は公民だけに任せてたらダメだ、ね、党首党で質問さんやってくださいよということのご指示もいただいたようなことでございましてね。この問題は大変奥の深い問題で、相対する部署が官の世界の中にもたくさんございますし、また人事院という日本のこの官僚制度の一部局でありながら独立した組織もございます。やはり寛容なことは省庁の役人を育てるのではなくて、国家国民のための国家官僚をどういうふうに人事配置していくのか、そのための内閣人事局でなければならない。私は内閣人事局を作るということは橋本内閣で行いました省庁の再編に匹敵し、またこれを契機にしてこの省庁再編のメリットデメリットももう一度考え直す、そのぐらい大きな制度改革を伴うまた難しい問題であると認識をしているところでございます。公務員制度改革の委員会、やはり天下りの根です。また内閣人事局の設置をめぐっては旧行官庁の組織だけをつける合わせる、そういうことのないように、また政治が選挙にあるのではないかということで議論が官主導にならないように、大変貴重な意見が出た回だったと思っています。どうもすみません。ありがとうございます。